マイク持ってますか？ YouTube ライブをご覧の皆さん、そしてインスタライブをご覧の皆さん、どうもこんばんは。まだ風月です。どうもどうも、はい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 、どうも。今日はですね、はい、YouTube と、インスタライブを同時配信でいきたいと思っております。はい、なぜこれをやろうかということになったかと言いますと、うん、すごいねコメントいっぱい来てるよ。もう来てますよ。僕がね YouTube のコメントを見てて、ゆうこさんがインスタのコメントを見てますね。はい、大さんは感じ取ってますね。感じ取ってます。はい、なんかこれもうちょっとさ、はい、あ、エフェクトも選べるんですね。はい、なんかもうね今日ね YouTube の方のコメントではロシア語に、中国語に、はい、韓国語もありますね。韓国語もありますね。フランス語とかね。YouTube ですか？そう、すごいです。アニョンセヨー。なぬユーコエヨー。ユーコエムニダ。ザラストビーチェ。ヤーメニアザブートキヨシ。シャルブトガムニダ。すごい。ダイさん何語ができるの？紹介できる。何ができるだろうな。あ、じゃあ、ウォシシェンヨダフ。ダジャハオ。ワールドワイドにね、今日はやっていこうと思いますが。はい。というわけでですね、今日なぜこの配信をすることになったかと言いますと、はい、ちょっと大さんじゃあ持ってて、自分を映してていいよ。自分の一番かっこいい顔して、はい、ですね、はい、3月に入りまして、はい、まあ、まあ実際世の中がですねコロナウイルスの影響で、はい、私たちライブが3つ予定されておりました。和楽器バンド、花風月、和楽器バンド、はい、両国技館とですね、花風月の東京都の竹芝ですね、はい、それから、平城宮跡でのライブが予定されていたんですが、すべ、はい、て、中止となってしまい、まあ、花風月は延期、延期なんですけれども、はい、まあ、これはもう仕方がないことですね。はいはい、というわけで、なんかこう世の中がみんなこう元気がない、雰囲気に、ね、今インスタの方でちょっと Wi-Fi から追い出されたみたいで、そうそう、でも戻った、また戻った、はい、そんなことがね時々あるかもしれませんが、こうやって切れちゃったりするかもしれないですね。はい、気長に。じゃあゆうこさん話の途中で腰折ったけど、どこまで行ったんだっけな。で、まあ今日が本当は花風月ライブの日、花風月のライブの日だったんですね。はい、で3月20日ライブだったんです。で今日の夕方5時からライブの予定だったんですけども、そんなわけでライブが中止になると、もうたくさんのねメイクさんとか、うん、音響さんとか、はい、照明さんとかいろんな、皆さんも私たちのために開けてくださっていた、はい、で何かここでみんなで、力を合わせてできないかというところでですね、うん、皆さんをそのままなんかこう仕事をばらすのもね、そうですね、なんか協力していただけませんかとお話をさせていただきまして、はい、今日の日を迎えることになりました。何かこう配信という形でですね、みんなに元気とか笑顔とか、なんかそういうものを届けられたなと思うんですよ、大さん。そうですね、珍しいですよね、花風月がこうやって生配信なんて。配信って初めてじゃないですか。初めてだと思いますね。バキラ TV とかねありましたけど、こうやって、ね、生っていうね、ね、なかなかないですよ。ね、うん、なので今日は3人が一緒にいましたので、はい、インスタと YouTube と両方でやるんですが、うん、私なんと YouTube ライブやるの初めてなんですよ。私のアカウントから配信してるんですけれども、うん、まあなんかどういう感じになってるの？コメントは。いや、いろいろメキシコから花風月の大ファンですとか、第3リリシーワラって来てますね。ワラ、リリシーワラ、リリシーワラって、はい、やっぱりリリシー第3はこう笑いを誘うっていうのがね、もう早速笑顔を届けられて素敵な放送だなって思います。どうすればいいんですかね、はい。すごいいっぱい来てますね、本当に。後ろに黒田さんいるって言ってるけど、いません、ごめんなさい。いないですね。今日はですね、先ほども言いましたが、3月20日が花風月のライブの日でした。はい、今日ですね、うん。で、花風月というのはもともとその3人で組んでいるユニットで、はい、和楽器バンドよりも先に始まったユニットではあるんですけれども、はい、一応ね花風月っていうところで始まって、ね、今年で8周年になりまして、はい、今日は実は8周年記念ライブの予定だったんですね。はい、で、いろいろこう今日に向けて準備をしていたんですけれども、あ、なんかバイトの休憩中で30分しか見れないって言ってる人がいる。なるほど、はい、いいとこ見れないかもよ。まあ、そういう方も今日はね、どういう感じになるか私たちもわからないんですが、そうですね、はい、楽しんでいただければと思います。はい、和楽器バンドのメンバーとか見てないのかな、誰か、ね、見てんのかな。見てる人いるかもしれないよ、もしかしたら。まあいるかもしれないですね、うん、こっそりとね、こっそりと、うんうん、コメントしてこーい、コメントしてこーい。はい、というわけで、あとですね、今日は、この生配信だけじゃなく、プラス何かできないかなというところで考えていた中で、はいはいはい、一社、ね、大きな一社が私たちに
力を貸してくれるという話ができました。はい、何ですか。はい、今日実はですね、うん、あのこの生配信だけじゃなく、はい、この場所であの収録もそうなんです行っていまして、はい、まあ演奏映像ですね、ライブ映像をですね、はい、お届けしたいということで無観客ライブの収録ですね。はい、あの U-NEXT さん、はいはい、で、配信をさせていただけることになりまして、これね、うん、本当いろんな縁がつながって、はい、あの今回実現することなんですけれども、うん、大さん大丈夫、腕痛くない？結構ね、重い、結構、いや結構重い。じゃあチェンジしたら、はいはい、あでもこれ持ってるから、じゃあこれ持ってください、はいはい、YouTube のコメントですね。はい、まあ後でね、またあのお知らせするんですけれども、うん、あの今月末ぐらいにね配信できたらいいかなということで、うん、今日この場所で、収録をしております。はい、まあ、あのせっかく楽器もなので広がっているの で、ね、まあ後で演奏もお届けできたらなと思っているんですけれども、はい、その U-NEXT の配信は、今日収録するライブ動画以外に、昨年の、2019年12月7日に、はい、京都で行った花風月ライブ、あ、なんかゆうこさんこういうの用意してくれてますね。 U-NEXT ダウンロード3月末配信スタート、取り下ろしプラス12月7日ポント町ライブの、ライブ映像も公開ということで、はい、何が出てくるんですか。明日正午に詳細来るよと。はい、明日の多分正午お昼ぐらいに、はい、U-NEXT さんから情報リリースあると思います。そうですね、はい、詳しくは一応これあれ清志だからこれそんなに前髪ギザギザしてないんじゃない最近伸びちゃったねそういえば。うん、なんか俺右ギザギザしてるよ。いやいや俺右の顔にさエラが生えてくる。大丈夫それ。違う、それあのってやつ。そう、はってやつです。なるほどねこれなんかインカメ逆さになっちゃいますね。ほら U-NEXT とかね、うん、大丈夫。あ、そっか、なんかインカメの設定があるのかな、ごめんね分かってなくて。はいはい、というわけで私たち収録のためにだけ演奏をしたりトークをしたりっていうのが初めてだったの で、ね、U-NEXT さんからは、まあ、レンタルと、一応その購入と、はい、ダウンロード限定で、する予定なんですけれども、はい、多分ね2時間以上の対策の一本になると思うんですよ。結構トータルすると、ありますよね。はい、うん、で12月7日にライブしていたあの時になんかこう変な話もたくさんしたじゃないですか MC で。そうですね、そうですね、あの僕おでんって言おうとして間違っておでんって言って、なかなかないですね。まあ、そこはねあまりに下りがね、うん、話が分かんないからカットしましたけど。そこはカットされましたそこカットされてました。あと、はい、ことのことチョコとか言ってたよね。ゆうことチョコっていうところは使われてましたね。あそこ使われるんだ、うん、腹ペコすぎますよねなので、はい、そういう来た方も振り返りで面白いと思います。近いななのでぜひ楽しみにしていてください。はい、コメント見よ。コメントね、うん、さっきね実はここの場所にいたチャーリーからもね今日ありがとうって。ああそうなんだ、スウェーデン人のチャーリー。そう、遊びに来てくれた第3の友達。コメントくれてましたよ。そうそうそう、第3ワールドワイドですよね友達。えーチャーリーどっちに来たの。あたチャーリーね YouTube。 チャーリーありがとうはい、さすが YouTube でも世界中から本当に見てくれてますよね。そうですね、人からね。第3キヨさんも実はおしゃべりなんだよねって。いやーしゃべるよ二人。ダイさんはもう止まらないよね。嘘嘘嘘嘘。じゃあ座ろうか。座りますか。座りますか。はい、はい、そうですね、椅子もねあるからね。あれですよ、私和楽器バンドの時は8人メンバーがいるので8人にしゃべる時間をね回さなきゃいけないなってすごく意識をして、うん、はい、で限られたトーク時間があるじゃないですか MC の。ありますね。花風月はフリーダムだからライブの半分は喋れるじゃん。まあ、うん、そうね。むしろ次の曲行かなきゃと思ってライブでは MC 切ってますからね。そうですね。もうやめましょう。じゃあさすがにって、うん、もうやめようって言って MC やめてますからね。そう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 なので清志も大さんもめちゃめちゃ喋るし、まあ私はあれですよね、ほっといてなんか一人でこうしてる時もあるし。ゆうこさん急にたまにね自分チールみたいになってますよそう、あれなんですよ、花風月だといる場所ピアノだからあそこの、うん、ね、そう、自分のパーソナルスペースができちゃうんですよ。ゆうこさんあれだよね、花風月の時はさ MC の振り雑だよね。なんか雑ですよね。ぐわーって喋った後に急に止まって大さんなんか喋ってなんか喋ってっていう振りはねなかなかないですよ。そうそうそう本当ですか。なんかあ面白コメント来てますか。うん、フリーダムって来てまあまあ、あでもいろんな国から本当に笑ってくれ、ニュージーランドからも来てますよ。ニュージーランドいいですね。ありがとうございます。なのでその花風月ならではの雰囲気っていうのを、
今日の大さん見切れてる？もうちょっと後ろ来た方がいいかも。生放送でも感じられるし、こちょっと近い近い、はいはいはい、見えちゃうよここ見えてますよ常にどうぞ自分で言って自分で笑うのやめてもらっていいですか？受けすぎですよ。回収は自分でやってください。見せちゃいけない場所とか思ってき見えてるよ。そういつも見えてるなのでその雰囲気を楽しんでもらえたらなと思います。はい、はい、どうぞもうね、もうねこういう感じなんですよね、ライブ中もね。そうどうぞって俺の番じゃねえよっていうね、一人で突っ走っていくところまで行って投げるっていう、ね、そう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 。どれだけ普段和楽器バンドの MC を頑張ってるかってことが伝わるんじゃないですかね。まあ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 和楽器バンドの方がね、あの、はい、シビアだからね。そうね、時間とか、はい、一応あと、あ、なんだっけ、時間とか来るんですよ、あと何分とか、はい、でも花ふげつはそれをしてくれる人はいないで自由じゃん、うん。まあ、それが良くないのかもしれないね。それが良いところですよ。まあ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 、どこまでも喋りますからね、うん、はい、でですね、今日3月20日は、はい、花風月のライブの予定の日でしたので、はい、まあ、実際その今日に向けてですね、物販をいくつも準備をしてたわけなんですよ。でそうですね、はい、で、なくなっちゃうかもしれないっていうところで、もともと予定していたもの、グッズの数、はい、っていうのがよりちょっと絞って先に出来上がったのが手元に今来てるから、はい、なるほど。じゃじゃん、はい、これも逆さになっちゃうの、ほら、ゆうこさんが、これゆうこさんですね、はい、ちょっとそう、YouTube の方はほら逆さ文字になって見えてるのかなどうやったら戻せんだろうねこれね。はい、どうぞ。じゃあ大さんそこにありますよ、1個目、はい、8周年記念アクリルキーホルダーですね、こちら、こちらです。かわいいでしょこれ、ピカピカしてて。これですね、あたしさん、あそこの前まで行ってきていいよ。カメラの前までね。僕が近づくの。そうだよ。カメラ今日動けないから。かわいいでしょ、これ。花と風月のイメージで、はい、あれですね、ロゴも入れてあって、8周年記念のキーホルダーにしたので、今年これはあの8周年の間の記念としてなんか、うん、同じなんかこの ロゴみたいなさ、印鑑みたいなのも。ちょっと撮らないでここ全員の頭頂部を撮っていくそうですね、はい、ほら絶対ライブじゃ見えないから記念としてみんなに渡るといいなという思いでこれ作りました。そうですね、印鑑みたいなの初めて作ったんだ。何を？この花風月っていう印鑑は毎回作ってるよ。だってこの間のタオルにだって入れてるし、ほらグッズ担当しか把握してないなんかそういうごたごたしたのは後でやってもらってねえ公共ほらスタッフもうんって言ってます。そっか、前のやつからか。前っていうかちょっと前ですよ大さん。何言ってるんですか。それまだいわきで作ったさ、あの1個目なんでタオルタオルに入れたよ、セクシーでちょっとそっか、はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、布くるみミラー、色違いですけども、はい、黒ミラー。これ大さんどう、男では持ちやすい？大さんだってね、いつも自分の顔をチェックしてるもんね、ホラムで。そうですね、大事ですね。まあ、この色合いだったら全然男性でも行きやすいんじゃないですか、うん、はい。なんか最近ね、美意識高い男性も増えたんで、すっごくちっちゃくて軽いサイズだから、いいんじゃないと思って。僕でも一時期ね、手帳に名刺サイズの浮世絵の鏡とか入れてましたよ。はい、へぇ、おしゃれだね、一応浮世絵っていうとこが。いいでしょ、宇田川博重の、うん、頭頂部ツアーってなってるよ、コメント。頭頂部ツアーすごい、うん、まあね、YouTube の方じゃね、頭頂部なかなか見えないと思うので、見たい方はインスタの方もね、阿部奈子さんがいたずら大好きなキヨピ可愛いんですけどって言ってますね。まあだって頭頂部ってなかなかね、見れないですからいいでしょ大さんも近づいてきてもいいか、頭頂部自らね、うん、あ、自分のはやりましたか、頭の上。あ、でもさっきね、琴とかも見してあ、そう、あ、ちょっと見せちゃダメ、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 なんで、なんで、それさ、そんな見て言ってるとさ、うん、そっから見た人がさ、びっくりするだろうからねあ、そしてもう一つあります、はい、お箸&ケース、はい、はい、このね、袋のケースに入っていますね、はい、まあ、持ち運び用の箸ですね、はい、緑色のお箸です、はい、これ、いい色だね、インスタの方見えてるかな、お箸と、ここにね、ここにカバー、もう入れた、そうです、はい、でこれ裏地黄色なんだよね、ほら、そうですね、この色もね、洗ってもいいやつなんで、はい、ここにももう入ってるよ、ほら、ほら、そうですね。じゃあ大さん、これあっちの大きなカメラにも行ってらっしゃい、はい、はいはい、
はい、行ってらっしゃい。はい、走りみたいになってるじゃないですか、大さん。はい、走とここにロゴが入ってまして、はい、大さんの頭、企業秘密って言われてますよ。そしてこちらがカバーですね。でも大さんの頭はさ、俺知ってんだ、メイクさんがね、すっごい全部のエリアにね、段差つけてるの、ちゃんと。あ、頭ですね。頭頂部とかは4ミリぐらいかなとか言って切って、そう、なんかね、ここ6ミリで、こっち2、3ミリとか。すごいグラデーションなんですよ、黒から黒への、うん、なんかね、丸さに対して丸さの追求がすごいですね、そう、だよく見るとね、あの初期の頃より丸くなってるんですよね、頭がね。よく見るとそうかもしれない、ね、そう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 、何人の人が気づいたかっていう話なんですけど、はい、宇崎さん、コメントなんですけど、はい、まさかつさんかな、はい、お箸いい、海外転勤に持っていきたいですって言ってくれてます。お、ありがたいですね。コフィーさんもお箸いいなって、無双八重さんがわさびくん専用って言ってますが、多分色ですね。ああ、色だからね。はい、うんうんうん、グッズ全部欲しいと言ってくれてる方もいるし、ピントが濃い、ピント合ってなかったみたいですよ。ああ、ピントね、さっきね、久々にカメラさんがね、一生懸命離れて離れて、うん、来すぎ来すぎ、ピントが濃いって言ってます。ああ、秀逸ですね。大ちゃん、白が増えたねって、光が反射してんだよね。まあそうですかね、そんまああるかな。やめなやつって本当に落ち込むの。いやでもほらほら、8周年ですから、要は8年年取ってるんですよ。でもね、年を取るっていうことは悪い口じゃないから、でさん、それだけシワが増えて経験値、いや全員一緒じゃん、年を。だから私たちと今ファンになってくれた方はこの先また一緒に楽しめるし、8年前の人は一緒に8年間の歩みを楽しんでるわけですし、まあもう長いですね、小学校卒業してね。そうそうだよね、大きくなってるもんね。そうだよ、もう次中3で、次どうしようかみたいな話ですから。ファンレターとかでもあれですよ、小学校1年生の時の方とかが、まあ、なんか受験生の話をしだしたりとか。やめて。自分の分ですよ。言ってる方とかもいてね、うん、みんな大きくなっていっているなというのもすごく、はい、嬉しいですよね、そういったものもね。 LINE が来ましたね、私。そうですね。普通に通知が来てますね。うん。はい、でじゃあさ、せっかくなんでさ、今20分ぐらい過ぎたのかな。そうですね。なんか1曲ぐらいやりませんか。お、ここで1曲やりますか。うん、どうじゃあね、1回これよかすけれど、映ってもいいスタッフさん、これ持ってもらいます。 OK、 映ってもいいスタッフさん、これ持ってもらいます。なんでこれ外髪にすればいいんじゃないの。あ、外髪にすればいい。それみんな映るんじゃね。今みんな映る。ほら、できた。できた。じゃあ、映らなくても大丈夫ですね。はい、じゃあ準備をしますか。そうですね。このカメラマン、誰かやってもらう、はい、あ、じゃあそっちに、こちらで。何をやるんですか。すごいバタバタしますけど、大丈夫ですか、これ。何をやりますか。歌あー、どっちでもいいけど、教えて、先に。俺、チューニング終わんないから。じゃあ、あれですね、うん、私が5周年記念の時に作った月に照らされ、はい、それから風に揺れる花からやろうよ。はい、重いか。わかりました。あれ、準備は、調弦は何になってるの。もう一個の方じゃあ、それやろうよ。なんでいいよ。チューニングする。じゃあして。はい、月に照らされ風に揺れる花やりましょうよ。はい、はい、この花風月の話をするとですね、さっきちらっと言ったんですけど、花風月ね、大さん。はい、風が僕で月がブクロさん。何言ってんだこいつらと、うん、多い人いるかもしれませんが。出会ったその日に一応楽器のイメージで、まあ私は砂の優子って名前でやってたんで、そのなんか花とプラスなんかあれだよね、楽器の音をイメージした時の自然のものに例えた時は、おことは好きだなって本人がね言って、まあ、これもうすぐ決まったんですよね。この3人初めて会ってどうしようかって言って、僕覚えてるんだけど、ファミレスの、うん、なんていうの、紙、まあサイゼリアね。そう、サイゼリアの、テーブルの脇にある紙になんかボールペンで書いた覚えがあるもん。それでなんか何個か候補を挙げて書いてく、
中で、はい、割とすぐ花風月どうかっていうのが出て、まあ、全員その瞬間あーなんかいいじゃんって納得した記憶がありますね、うん、なりましたよね。その日に決めたもんね、うん、で読みを花風月じゃなくて花風月にしたい鈴花だからとかなんかその話をして、ね、でその日のうちによしバンド組もうぜってなったんだよね、うんうん、それがまあ8年前なんですけども、その半年後ぐらい、半年もしないから半年後ぐらいの間に私いろんなメンバーこう出会ってって和楽器バンドになっていくのかな。まあ1年ぐらいの幅で、うん、そうですね、うん、いやでも出会ってるのはもうその翌々月ぐらいからどんどんいろんな人と、ね、うん、一緒にやれたらいいねなんて話になってったんで、まあそこのこれまでの歩みをですね辿った時に、あ、なんか月と風と花が出てくる曲を音にして残しておきたいなという思いがあって作りました、はい、で歌詞もですね、なんかその出会えたことへの感謝だったり、まあ、あとはですね最後の畳みかけのところでは過去に花風月に書き下ろした楽曲のタイトルとか全部出てくるの。5周年の間に出てくる、ね、水が欲しいですねこれさ、あった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 、うん、なんかもっとね、いい全然人に寄ったりとかしていいと思いますよ。いい、怖くていい、怖くて、いやでもねこれほら YouTube のカメラとアングルが違った方が面白いから、そう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 、まあ手元とかさ、まあでもな、私あんまりこう歌ってる顔そばで撮りたくないからいいよいいよいいよ、じゃあまあちょっとアングル違いでねいろんなもの映していいいいいいいそんな素のいいいいはなかなか聞かないよね。後で、あの言ってもライブで普通に見せてますからね。今のそれはそれで、ね、今のいいいいは正月の親戚のいいいい。あのあれですよ、あの後でマイって歌うからさ、いいいいいい。まあじゃあそんなところからね。あんまり素を出させないように気をつけながらやりましょうね。はい、音はいい感じですか？皆さんどうかしら。インスタはまあマイクがもうその携帯のマイクだから、音をきれいに聞くならば YouTube だよね。ね、音は よく聞こえるのは YouTube だと思うので、両方見てる方は一旦インスタの方をミュートするといいかもしれない。絵だけ見てもらって、はい、それではお聞きください。月に照らされ風に揺れる花。道手間かかる月
マジでさ、ボクササイズしすぎて、はい、はい、ボクササイズ、だいぶプライベートの話してますね。ボクササイズをしすぎて、はい、今日もう何せ4時間ぐらい収録してるじゃないですか。そうですね、今日も結構やってますね。右手の16分音符がもうね、やばかった。なかなかね、こんな話は生配信じゃないとしないですよ。まあ、ライブではしないですね。しないよ。普通のライブだったらね、弾いた後に腕がやばいっていう感想言わないよね。だってそれ隠しとくやつだもん。いや、今日はさ、そういうところを出す日なんじゃないのかなと思って。そうですね。いや、昨日のボクササイズね、めっちゃしたんですよ。今からやるってことですか？ボクササイズって実際 どんなの？あ、確かに見たことないや。第3のこと今死ねみたいな目で見てましたよ。だってすごい振ってほしそうに喋るんだもんだって。まあでも今のは振ってくれっていう風でしたよね。いや、ボクシングはしたいんですよ。だからボクササイズは普通にジャブストレートってやるやつ。ジャブストレート、なるほど。そう、フック、はい、フックってフックフックですよ。アッパー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 。あ、でもなんかそれテレビとかで見たことあるかも。うん、やめて本当に。だから、うん、それを永久にジャブ打ってたりとか、クロス打ちまくってたら、はい、背中の筋肉と腕の筋肉が痛いわけですよ。なるほど。うん、いや、それでね、手でこうやってやるのはね。でもこれさ、うん、ちょっと一回ここまで出ましょうか。はいはい、あの、優子さんがずっとね、はい、小さいままになっちゃうから。小さくていいよ。YouTube の人は結構遠いよね。そう、 YouTube の人は結構遠いから、うん、あ、ちょっとじゃあインスタのコメント見せてもらおうかな。そうですね、はい、じゃあもうありがとう。はい、はい、今ゆうこさんがコメントを見てます。ゆうこさんがコメントを見ています。はい、はい、あ、はい、ありがとうございました。もうすごいね、あの、はい、ボクササイズに飲まれてるけど評価は良さそうですよ。すいませんでした。楽しいです。感想を聞かせて。こっち YouTube ですね。そうですね、こっち YouTube です。あの、ちなみにじゃあ花風月の演奏を、もっと大さんこっちだって、うん、花風月のライブっていうか演奏自体、はい、初めて見たよっていう人、カタカナののって言ってください。でもほら外国の人も多いから。外国の人はまあ日本語も伝わるから。でもみんなこれ日本語分かってんだろうね。カタカナののって言ってください。手挙げてる挙手みたいな。これどれくらいのラグで来るんだろうね。ね、結構ねラグあるんでね。 YouTube は遅い。まだボクササイズの話してるもん。第3相手にボクササイズだって。
もうね、うん、ドゥクシとか言うとね、年バレるから。そうね、ドゥクシ、ね、この辺みんな世代だからね。ドゥクシ世代ね。うちの楽屋みんなやってるよね。これ学校の休み聞いた人？そう。あ、結構いますよ。どうだったのみんな、そんないっぱいいるんだ。あ、のが、のが出てきた。出てきた、出てきた。YouTube の方は、出てきた、出てきた。てか初めてってこんないっぱいいるの？すごいすごい、こんなにいっぱいいる。ほとんどじゃないですか。見たことない人でしょ？花風月の演奏を初めて聞いた人、僕らはもうちょっと頑張った方がいいんじゃないですか、ね、まあまあそれはそう思う。見てください、お願いなんで見てください。今日よく来たね。いやいや本当に本当に、いやよく来てくれたよ、ありがたいですね。ありがたい、うん、なのでちょっとこういう配信を通して、はい、あ、花風月はこんな音楽なんだって知ってもらえたらいいですよ ね、うん、ね、なんかおぼろげにね、うんうんうん、花風月っていうのがあるらしいっていうのを知ってた方々がね、まあ確かに確かに、ね、多いっていうことですね、うんうんうん、こういうことをやってます。あの優子さんがねピアノ弾いて弾き語るっていうこともね、まあまあ珍しいですからね、他では見ないと思うんで、うん、ロシアに来てくださいってコメントがもう3回目ぐらいなので、行きますよ、ロシア行きたいですね。日本語で、日本語ですごい。え、そしたらさ、あの花風月を初めて見た人も多いと思うんですが、うん、花風月の売りの一つがですね、インストがあることじゃないですか、多いよね、はい、歌がない楽器だけの曲、うん、はい、リクエストも来始めましたよ。何が来たの？これは風車。うんうんうん、へー、風車やりますか。まあ、なんかいいそれでインストの曲も結構あったりするので、はい、そこではね琴とか尺八の音とか、まあ、私もピアノのみになるので、そうですね、そういった音を楽しんでいただくのもいいんじゃないかと思ってます、はい、で YouTube、 あの U-NEXT さんで今度配信する、明日詳細出しますけれども、うん、はい、まあ、そこでもですね、インストの曲はたくさん収録しましたので、はい、ね、まあ今日生配信ですけれど、うん、まあ、よりいい音でお届けできるんじゃないかなと思います、ね、そうですね、配信の方で、はいはい、やばい、ちょっと 右手が崩壊しそうだね。揉めってこと？あの本当にドリボーを持ってくれってことじゃない、はい、ちょっとあのいいじゃないですか、尺八鳥ドリボーの二刀流でかっこいいよ、ボート棒ね、ボート棒を持って、こっちの方が軽いよね、はい、そうだね、尺八の方が軽い、どうぞどうぞ、うん、ほじる丘聞きたい。ほじる丘、多分ほじふる丘ですね。これなかなかの間違いですよね、まあ、瞬間で打っちゃったのね、うん、バーって打ってバーって送っちゃった、うん、ほじる、ほじるみたいな、そう、もう結構重い曲だよね、民謡的な感じだよね。だってお顔なくなるまでほじるんでしょ。なんかさ、あのインストやるとしたら何がいいですか？インスト、うん、今からうん、花鳥風月とか悠久とか、あ、でも花鳥風月がいいんじゃないですか、はい、さっきその花風月の名前の、あ、まあ、花鳥風月 ね、はい、結成の話しましたけど、まあ、花鳥風月という言葉が元ですからね、はい、それ一曲インスト聞いてもらえませんか、じゃあ、はい、じゃあちょっと僕準備してるんで二人までちょっと話して、わかりました、はい、はいはいはい、というわけでじゃあダイさん、はい、ちょっと待って待って、マイクのねケーブルが絡みそう、あ、ダメだダメだ、僕がねそっち行かないとダメだ。何何ややこしいんだけど、なんかね、絡む、絡む、うん、違うな。そしたら、そし、え、これもっと絡んでない？え、もっと絡んでよこれ。何やってんの？すいません、あのスタッフさん今ちょっと、ちょっといいですか？イチャイチャすんのやめてもらっていいですか？今ね、あ、取れた取れた取れた。ケーブルがね、ケーブルが絡んで。お腹痛いんですけど。はい。大さんこれ。あ、尺八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 。ちょっと面白すぎてやばいですね。あ、じゃあこれどうしようかな。なるほど、今度は歌わないから優子さん近くても大丈夫なんだ、カメラ。いやいや、ここならいいんですよ、なんかこう、そうなん、透明じゃん。うん、なるほどね、それぐらいだった。そう、歌わないよ、次の曲。インドネシアからも来てますね。
まあ、さっきのはグダグダっていうコメントがたくさん来てますよ。準備できた？スラマッパギ？インドネシア語？たまにやっぱ読めないのが来るんだな。はい、じゃあいきますかね。じゃあインストですね。はい。どれだけマイク入ってるかな。はい、花鳥風月を演奏します。だからさ、あ、そっかそっか、これ私が作曲した曲なんですけれども、2人で出会った時にまず譜面パッと渡してちょっと演奏一緒にしてみようって言って、やった思い出の曲でもあります。それでは聴いてください。
そうね、ゆうこさんはもうインスタライブにこう愛嬌を振りまいてるなって。そう、ゆうこさん、第3の方見て引くねって言って全然見てくれない。いや、見てた見てた、いつも第3のこと見て引いてるよ。じゃあ今日はここにコメントが流れるんですよ。まあそうですね。そうそうそう、だから面白くて海外の方多くて。多いね、そうそうそう、でこんなにリアルタイムでコメントを見ながら演奏するのとか、私ほらもともとさ動画で生配信したからそれ以来で、もう楽しくなっちゃって。まあそうだね、やっぱ面白いよねこういうの。楽しいですね。凛々しい顔してくださいって、あのカメラの前に行ってぜひ凛々しい顔を。カメラの前まで行って。いやなんかあれですよね、やっぱりそのこっち YouTube だからね、もともと生放送生配信をネットでしていて、はい、まあ私今あのがあるみたいなもんなんで、こういう時間本当になんか嬉しいですよ。いいですよね、はい、そっちはそっちで楽しんで、第3は凛々しい顔を見せて楽しんでいいですね、ありがとうございました。はい、はい、次はさ、清のところに置いたらいいんじゃないのこれ、もしかしたらインスタ僕のところに。そう、ここら辺にピッて。でもいいけど置くとこがないでしょね。じゃあ映っていいの。映っちゃダメな人も、ね、いるからね。そう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 映りたくない人もいる。あ、いいの。あ、いいですね、いいですね。あ、なんか台が来るみたいです、はい、え、また次何やるの。もう一曲やるんですか。ほじる丘。ほじる丘もやる。ほじる丘はそれこそでも前でゆうこさん映してればいいじゃん、インスタライブ。私だってほら これもあるんで。ああ、そっちのカメラに今度はね、はい、ほらこれで清さん近くで見れるんじゃないですか。ほら、第三が凛々しい顔をするときはちょっと角度つけるんですねって。そうですね、これもっと近いのがいい。どっちの角度がいいんですか。こっちかな。そっちが自分の自信があるか。ちょっと立ち位置立ってみてくださいキヨさん。立ち位置ほら近い。近いですね、なかなかないよそんな位置。あ、大さんも見切れていいじゃんここ見切れてない、ちゃんと映ってるよそれんこれいるよ。まあ普段のね和楽器バンドだと大さんと僕の位置は逆なんでね。あ、もっとそうですね。てか普通はあれですよね、YouTube が見切れちゃう。花風月大体このポジション多いじゃないですか。んあのピアノと尺八と琴の位置関係、でも本当は琴と尺八で一緒に演奏するときって尺八琴の向こうにいないとダメですよね。そうそうそう、琴って実はこっち向いて演奏するから、こっちね、こっち向いて演奏するからこっちって本当は見えないんですよね。そうですよね、普通はこっち側に琴がいて尺八がいて、ね、ちょっとそういう意味ではちょっと不思議な感じですよね、そういうのね。そうですね、あんまりない琴の場所なんですよね本当は。でもピアノもね、やっぱりそうだからね。まあピアノがね、逆ってのはもうありえないからね。そうだね。じゃあ、YouTube ライブの方で私は見れるんで、しばらくの間、こちらはさよならで。ゆうこさんのね、はい、気配だけ感じ取ってもらって、インスタの人は。はい、ほじる丘だよね。はい。この辺で歌えば映るけどね。来ちゃっていいけど、俺の手を触らなければ。厳しいっすね。ちょっかいになるだろ、間違えちゃうから、ね。それはそうですね。いともたやすく間違える、そんなの。こっちだとどれぐらいな感じなんですか。ちょっと行って。あ、かなり近いんですね。すごいライトがこの辺まで行っちゃって平気ですね。はい。安心してよ。それではお待たせいたしました。花風月の星降る丘という曲を聴いていただきますが、この曲はですね、私がピアノ弾かない曲なんです。琴だけで伴奏する曲となってまして、私がピアノで弾いたものをこの25弦の琴だからこそ再現できるというところで、ちょっとそういったところで面白い伴奏が出来上がりましたので聴いてください。浮かぶ神
とうございました。さあいかがでしたでしょうか。はい、この曲のいいところは琴の音色と優子さんの歌声が最高、第3あまり印象に残らんということでね、いいコメントそれは本当に書いてあります。書いてある。そこは取り上げるってひどいね大さん。もう社会遠くにいるだけなんでこの曲。でもこれね、こういうこの曲に対する思いとかもね、はい、その U-NEXT の方のそうですね、喋りでも入れてますからね。そうですね、大さんがなんでこんな目立たないようにしてるのかっていう、うん、理由語ってましたね今日ね。もう全然琴と歌だけでいいんじゃないですかって。やめてなさいよそれって傷つくの。じゃあもうちょっと前に行きましょうかね。そうですね、はい、今何人ぐらい見てたりするんですか今ね。YouTube が2350人。おこっちは現在進行形が1335。 ありがとうございます、はい、いやでもねなんかワニも死んじゃうかもしれないしね、そんな中ありがとうございます。そうですね、ワニの更新7時なんでしょね。そろそろ死んじゃうのかどうなのか。ちょっと大さん持っててくれる。はいはい、どこに行こうとしてるんですか。ああはいはい、お知らせです ね、はい、続いてのお知らせは何ですか。はい、もう分かんなくなっちゃった。完全にページを見失ってますね。ページ見失ってますね。はい、まずはあれかな、ライブ告知から原賞じゃん。はいはい、5月6日にですね、はい、今日3月20日にもともと予定されていたライブがですね延期となりました。はい、これ僕ですね。そうですね、大さん逆さまになっちゃうね字がね、インスタは、うん、まあまあしょうがない。はい、花風月はですね同じ場所が、取れました。で、はい、同じ場所の場合だけ延期って言っていいんだって。はいはい、もう同じ会場でできますの で、 らしいです、ね、3月20日予約いただいてた方はそのまま同じ席で。そうですね、そう、席が使える。はい、はい、でもちろん払い戻し対応も、今日までなんだっけ、なんかそんな話をさっきちょっとチェックしてみてください、はい、花風月のホームページも。払い戻しをしたい方はね、逃しちゃうと大変なので、はい、でもしかしたら払い戻しがされて席が空いた場合、はい、また、一般発売が今後される可能性もありますので、はい、その時にはまた改めてお知らせをさせていただきたいと思います、はい、で5月6日には前あの新曲やりますとお伝えしている通り、頑張りますので楽しみにしていてください。見て、ほら、お第3の100日後、今日からスタート不吉ですね。第3の100日後がスタートするってどういうことですか。第3は100日後にどういうあの成長を遂げるか。100日後って、まあでもそんなことないか、5月ってことはないね、6月だね、100日後、まあ、100日後がどうなってるかなんて全然わからないですよね。いや100日ってあっという間だからね、うん、何ヶ月でももう1シーズン、3ヶ月ちょい。お、3ヶ月で細胞入れ替わるから大さん、白髪減るかもしれない。そうですね、体の細胞全部1回変わりますね。はい、はい、あとは、お知らせも、あ、さっきの、まあ、お知らせももう1回ちょっとさせていただこうかなと思います。そうですね、改めてなんですけれども、今日あのここにいるのは、収録も僕たち生配信以外に収録も1日中ここでしていまして、はい、今月末ですね、3月末には配信したいなと思います。 U-NEXT さんから、スタジオライブ映像と去年の12月7、12月7日の京都のフォント忘年会のライブの映像も、MC トークたっぷり、入れて、ね、お届けしようと思っています。詳しい情報は明日の正午に。そうですね、明日、はい、U-NEXT さんから出ますので、僕たちもそれをリツイートとしていこうと思います。ぜひ、はい、詳しくご覧いただければと思います。そして打楽器バンドじゃらん、じゃらん、3月25日奇跡ベストアルバム奇跡2 、はい、が発売されます。今日はねそれがここまで来てるわけですね、はい、そこにあるかもしれないし、ないかもしれない。そこにあるかもしれないは収録されてますね。はい、はい、それから地球最後の告白をとかね、うん、これ初回限定版だったんですけど、今回はアルバムに入るらしく、あとチルドレンレコードとか懐かしいね。すごい。そうですね、それからあっぱれが正義が音源になりますね、うん、なっ、ん、入ってるよ ね、 そうですね、入ってます、入ってます、 MV も入ってるよねきっと。なので、いろいろたくさん入ってるんですが、手元に届きました私たち。はい、これね、このボックスのやつ、うん、開けるとね最初がすごいんですよ。引っ張って、じゃあ落とさないで、ね、うわ
超懐かしいですよね。そう知ってる人は知ってる。これうちにいっぱいあるよっていうか、うちにもね、今初めて見たこれ。なんだか序章って言ってね、これ買えるんだ。そう入っちゃって、このバージョンだけ入ってるんですよ。しかもバンド名が違う。これちなみに序章っていうタイトルは私がつけたんです。デビュー前にね、あのこれ2000枚だけ限定で私たち手売りをしてデビュー前に作ったやつなんですよ。はい、ね、でそれをがなんかこう購入されたということなんで、ね、はい、これはこれは何、あこれ CD、 そうこれ結構れ本当に手疲れるね。持ってる、これ歌詞カードなんですね。手が疲れるしか言わないね。結構重めね、うん、歌詞カードですね。はい、いろんなものが入ってますね。いろいろ入ってますね。これはなんか DVD、 あミュージックビデオバージョンと、あとライブバージョンは初回のボカロ三昧から入ってるんだよ。ボカロ、これブルーレイと多分 DVD ですね。これそうですね、はい、すごいですね。ベスト版2枚目にして、もうこれまでのこれはそうですね、ライブセレクション、うん、これまでの僕たちを本当にこう出し尽くした感じの、うん、そうですね、いろいろ入ってますね。今までの思い出が全て蘇るようなアルバムになってました。ぜひよろしくお願いします。予約済みっていうのがたくさん入ってますね。はい、ありがとうございます。頑張れ大さんって何か来たの、あ、覚えて言ったからだ。そう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 、多分ね、うん、それ結構本当に覚えて。はい、というわけで私たち、はい、ライブがね、3月はたくさんこう予定されていたのが実際にできなくなって、皆さんに会える機会っていうのがですね減ってしまったので、はい、すごく私たち本人もみんなメンバーね、すごく残念がっておりました。まあ、でも本当に今は仕方がないので、次また会えるタイミングをですね、今は、とにかく耐えて一緒にこう何かこうつながる機会を作りながら頑張っていきたいと思っています。そして制作とかもね随時やっておりますので、うん、私たちがこう発信するものをどうかこうキャッチして待っていていただければと思います。はい、というわけで、ね、なんかね最後にね、なんかね懐かしいね画伯の絵があるんだって。画伯って言ってももう分かんない人いっぱいあるでしょうね。いっぱいいますね。私丸3年今茨城県大使やってるんですけど、イバキラ TV のパーソナリティをやってたんですよ。その時にですね、必ず、絵を描いてくれるスタッフがいまして、もともとはいろいろファンの方々とかから応募で絵を募集してたんですよね。イラストコーナーがあって、はい、そこにいつの間にかスタッフさんも絵を参加するようになって。そう、綺麗な画伯と汚い画伯両方あるんですか？あるんだ。2人いるんですね。なんかね、綺麗な絵を描く人と汚い絵を描く人がいたので綺麗な画伯と汚い画伯といってみんなに愛されておりましたが、ね、はい、今日なんとこの日のために絵を用意してくれたらしいので、え、じゃあ行っていいですか？はい、うちらも初めて見るんで。これどっちですか？これ綺麗、綺麗な画伯からです。はい、行きます。じゃじゃん、じゃじゃん。おお、綺麗な画伯やっぱ綺麗ですね綺麗感が出てますね、うん、アメリカの人形風、あ、グッズか希望。なるほど、これよくね見ていい、ちょっと確かにおもちゃ屋さんとかで見る。うまっ。これ何、この左上何、これはボックスに入った状態、おもちゃとして、うん、これをですね製品化したい方はぜひ花風月のメールアドレスの方にですねアメリカの人形風、はい、そうなんだ、アメリカの人形、一緒に作っていければと思いますね。そういうことか、ね、今日何着るか教えてないのにバレてるじゃん。てかうちらいつもこれ着てるそうね、ダイさん最近これお気に入りですよね。まあ12月もこれ着ましたね。これは新調したんですか？うん、でも多分12月のちょっと前ぐらいで、そうそうそう、そうですね、今日新調した服ですね。はい、すごい。でもこれなんか確かにリトル東京とかこれ可愛いよね可愛いね、はい、これを製品化したい方は花風月の連絡だから本当に来るからでもそれでね、いい形ができるんだったらいいじゃないですか。はい、じゃあ今日3枚あるらしいんで2枚目、楽しみ。2枚目は汚い綺麗、あ、綺麗な、これも綺麗な画伯2枚描いてくれたんだ。じゃじゃん、まさにじゃないですか。あ、やっぱりほら話題言えば言っただけある。これでもやっぱり第3がワニなんだね。そうね、これだと、これゆうこさんでしょ。そうだね、これだと僕とゆうこさん付き合うから。そうだね、で俺はバイク乗ってるんでしょそう、そのバイクで足怪我しちゃう人だそうだね
知らないっていう。そう、ゆうこさんはちゃんと知らない。ちゃんと見てないから、そう、ね、これでもすごいね、もうそのものみたいな、本人が書いてあってもわかんないかも。いやすごいね。へ、今日のために書いてくれましたっつったらね、ざわってする感じだと思います。そうですね、ありがとうございます。やっぱ うまいね、普通に、ね、うまいよ。そしていよいよね、何枚あるんですか。お、2枚ある。2枚あるんですか。え、つながる連作みたいですね、はい、汚い画伯からだそうです。汚い画伯、いくぞ。じゃじゃん。黒すぎてもそれが上ですね。ここは私が食い止める、アマビエ。躍動感すごいんだけど、アマビエが分かんない人も多いんじゃないかな。ねえ、なんかそう、こう絶叫の顔よ。うん、第三がね、もうすごいいい感じになってますね。もうここまでさ、私たちをいじる人もなかなかいないね、絵でね。そうですね。アマビエってあれですよね、あのアマビエの絵を描くといいみたいな。あの最悪が落ち着くっていう。あ、もう説明してください。江戸時代からあるんですよね。はい、そう。で、僕が見たのは水木しげる先生バージョンなんですけど、はい、いろんなアマビエ、今あのアマビエの絵のまとめとかありますからね。そうそう、世の中が荒れた時に私の絵をこう描いたり増やしたりすると、うん、世の中の混乱が落ち着くと、うん、僕でもね、この絵の何よりもこう褒めたいのは、僕をね、口だけで表現してるんですよ。鼻の高さと前歯とかですかね。口、これね、結構チャレンジですよ。どんだけアマビエにメインを持ってたか。まあ、そうですね。てっきり誰かがアマビエになるのかと思ったら違うんです。違いますね。で、連作なんですもんね。はい。まだあるんですね。はい。アマビエが登場して、食い止めてどうなるのか。これってどうなっちゃった、インスタライブ。あ、インスタライブ止まったってるのかな。1時間経ったからとか。うん、違うよね、電波だと。失礼失礼、インスタライブこれで復活したかな。はい、あ、5月に笑顔でまた会おう。怖い、これはもう、ね、何これ、これは何なんですか。これは何なのかわからない。アマビエの目のアップですね。アマビエのアップなんですね。アマビエですか。アマビエなんですね。あ、確かに目の形がなんか、はい、いや、ちょっとね、汚い画伯考えすぎたということで。そうですね、今回はちょっとちっ、ね、そう、ちょっとあのテンション上がりすぎて頑張りすぎちゃった、ね、みたいな。画面の向こうでちょっとね、お、何ですか、おやおやって。原画、何の原画。息子が描いた。あー、なるほどね、裏紙、息子が描いた絵の裏紙に描いてるんですか、これ。だって画伯はあれじゃないですか、あの一筆書きしかしないって言ってたくせに練習してるよ今回。あー、バラせねえ、僕は感覚コピーなんじゃない。そう、拡大コピーなんだよ。あ、拡大コピーしたの。そう、なるほどなるほど、見やすいよね。でもそう、裏紙に描くって言ってたから、ちゃんと息子の裏紙なんですね。息子のさ、恐竜の前周りにさ、もう死ぬまで後とか言ったね。すごいね、息子さんも。まだあるんですか。はい、ありがとうございました。ちゃんとそのまだこの関係は生きてるんですね。今日実はですね、この映像を撮ってくれた、スタッフさん協力いただいたのは、実はそのイバキラ TV をやってた時のチームなんです、うん、はい、はい、あの今日は茨城県から皆さんチームで来てくださって、当時の生放送とかね、いろいろこう思い出しながら、はい、いろいろ今日に向けて急遽ご協力いただきまして、で、あの U-NEXT さんの映像収録ももうみんなの協力のもとで作れました、はい、そちらはあの無料ではなく有料になってしまうんですけれども、はい、まあ、ライブもできなかったり、何かこちらから発信できるものがないかというところで、あの私たちもですね、なんかもう皆さんにのこう愛情を受け取って、なんとかこう作ることができたんですけれども、まあ、はい、楽しいことどんどんやるしかないですよね。やるしかないですよ、本当にね、はい、なので、まあ、音楽今ね、私の周りのミュージシャンもね、仕事がなくなっちゃってね。そうですね、みんなすごいどうやって生きていこうって言ってるんですよ、はい、でもそういう人いっぱいいると思うんですよ今ね、うんうんうん、はい、例えばライブでお花をさ、うん、こうスタンドバーナー出すって言った時にだからもうキャンセルがあったりとか、これミュージシャンに限らないですよ今。全部ですよ、ね、大変ですよ、みんなそれぞれね、うん、みんな大変だと思うんで、ただその暗い気持ちだけでいてもね、
しょうがないから、しょうがないから、うん、先を見るしかないんで、私たちも何かこう皆さんに今日というこの時間を使ってなんか明るい気持ちになれたらなという思いで、はい、総勢今日は20人ぐらい、そうです、うん、結構手伝っていただいてますね、いただいてます、うん、はい、本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。なので皆さん、ぜひこの思い一緒に受け取っていただいて頑張っていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあそろそろお時間ですけれども、そうですね、はい、まあ、5月6日もね皆さんにお会いできるといいですけど、あの今日の画伯、さっきのね画伯の絵のあれでしょ、嫌なんだけど画伯展展示もするんですよね、はい、会場にいろいろ画伯の作品もともと今日やろうって言ってたんだもんね、そう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 、はい、うん、5月6日に会場の一部場所をね作って、うん、美術館みたいな、そう、はい、いろんな楽しい企画をね、はい、考えてますから、はい、それも楽しみに来ていただければと思います、はい、はい、はい、あとは月末の U-NEXT もぜひチェックしていただければ、3月末ぐらいからスタートをめどに今頑張って急いで、はい、今日撮ってるから、そうだ、ね、編集が間に合うかどうかなんですが、ね、やっぱり今月のライブのためのものと思って作ってるので、うん、今月中に出せればいいなという思いですが、はい、明日以降、詳細をまたホームページ等でお知らせいたしますので、SNS をご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。というわけで、お時間1時間だとあっという間ですね。はい、そうですね、はい。でもなんか懐かしくて楽しかったですよね。はい、楽しかったですね。またやりたいですね。またやりたいですね。いや、本当にコメント嬉しいですね。うん。うん、ちょっと私たちもまた後でアーカイブを、はい、ゆっくり振り返って、皆さんのコメントも、チェックしたいと思います。今日は本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。7ヶ月でした。和楽器バンドもよろしくね。バイバイ。バイバイ。止め方がわからない。あ、りょう、これバイバイ。